はい、というわけで皆さんこんにちは、サンライズトラベルです。岡山から東京まで730キロをひたすら勉強する旅、小葉 JR 西日本と JR 東海の境目の駅、滋賀県の前原駅に来ております。ここからはね、 JR 東海に入ります。普通列車大垣駅に乗って終点大垣まで向かいます。結構人が乗っていました。まあ、立ったままでも勉強はできますから、ひたすら勉強していきたいと思います。しかしながらですね、さすがに長時間やると集中力も切れるもので、だんだんと集中力が切れてきました。まあ名古屋駅に着いたらちょっと休憩をしたいなと思います。それではよろしくお願いします。正解格名古屋駅に到着しました。さすがにちょっとお腹が空いてきたのとですね、集中力が切れてきましたので、まあ、ホームにあるきしめんを食べていきたいなと思います。この名古屋駅のきしめんはですね、ワンコインきしめんと言いましてね、この500円で食べれるきしめんがまあもうなんとも美味しいんですよ。どうですか、これが500円で食べれるきしめんです。結構ね豪華だと思いませんか。エビも乗っていますし、それでは早速いただきたいなと思います。あーもう美味しい、もう止まらないよ。もうきしめんも食べて集中力もアップしたので、ここから先もひたすら勉強していきたいなと思います。本当はですね、きしめんを5杯ぐらい食べたいところなんですけども、きしめんを食べに名古屋に来たわけじゃないですからね。勉強しに東京行ってますからね。これから先も集中して勉強していきたいなと思います。
浜松駅に到着しました。いや、勉強に集中していますとね、動画を撮るのも忘れてしまいますね。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。